演舞開演。どうも、本日はこちら奈良県の東大寺に来ております。ここでいろいろ観光してみたいと思います。まあ、気まぐれの旅行ですね。ではまた。先ほどの門をくぐって中に入るとこんな立派なものがお出迎えしてくれました。こちらもいるのかな。さて、いよいよ楽しみになってきたぞ。ここに有名な奈良の大仏様がおらっしゃるということなんですね。あー、大きな建物だな。あちらから入るようですね。入ってみます。中に入ってみると早速拝むことができました。そしてこちらに参拝順路とありますね。では順路に沿って参拝していきたいと思います。おっと、大仏様はお一人ではなかったようですね。お一人ではなかったということでしょうか。あれは、何かこんなこともやっておられますね。ミニチュア模型のようです。ちょっと見てみましょう。はい、さん、くみさん、こちら。いろいろと歴史を感じますね、やっぱり。模型画面に作り込まれています。いや、模型だからこそ作り込まれるんでしょうか。行列の先にあるのがこちらというわけですね。あの行列の先にあったものはこちらですね。なんだかすごいです。手の上に、何なんでしょう、ちょっといかつい感じが、勇ましい大仏様ということなんでしょうか。ちょっと雰囲気が変わりましたね。これであれ、幸運がもらえるくらい、今頃すげえ動いてる。手に魅力。合わせる。3。というわけで一通り回ってみました。いや、大仏様といってもいろいろあるのですね。改めて知ると本当にすごいと思います。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。